デーテックフィンガーエロのいいところは、ニュアンスが作りやすいです。ニュアンスはなんで大事かというと、本当に前髪の動きだったり、毛先の動きっていうのが、まあ、本当につけることでこなれて見えたり、コアに見えたりするので、すごい大事なポイントです。僕たち美容師もニュアンスだけで、仕上げることがあります。リファデーテックフィンガーエロのポイントは、本当に、まあ、ニュアンスで大事な、まあ、1センチ幅も、桁を挟むのにちょうどいい大きさです。ここのプレートですね、まあ、髪に優しいプレートだからダメージ毛先にも、安心して使える仕様になっています。仕上がりがとてもすごく綺麗です。まあ、まずもうご覧の通りコードレスですし、まあ、バッグからすぐ取り出してすぐ使えるっていうところもポイントで、もう単純にこれ1本で可愛くなります。トップのボリューム感いや、生え際のちょっと上にやすい部分とかにも使えて、まあ、簡単に直せるので、幅広い、メデソンの方にご使用いただけます。